Thank you.
兄さん。自分の役目を思い出して。
たちは早く逃げて。君は。こうしなければまたマガトキが起きてしまいます。ありがとう。その思いだけでもう。ミク、キリエに導かれている間、ずっと彼女の悲鳴が聞こえていたんだ。助けてと。縄の巫女として門を封じる宿命、思う人と共にいたいという気持ち、その狭間で彼女は引き裂かれていた。それがマガトキを招いてしまった。正気を浴びた彼女の霊は、自分と同じ苦しみを与えるだけの存在になっていた。正気から解放された今、彼女は縄の巫女の役目を果たそうとしている。彼女の魂は未来永劫この門を封じなければならないんだ。たった一人で途切れることのない苦しみ、その苦しみが少しでも軽くなるのなら、彼女の望みが少しでも叶えられれば、僕は彼女のそばで少しでも力になりたいんだ。ミク。兄さん。ミク、どうしてここに導かれたのか、今ならばわかる気がする。僕はこの運命を受け入れようと思う。ミク、今まで。あの日から私がありえないものを見ることはなくなったのです。
自分の役目を思い出して。彼女の魂は未来永劫あの門を封じなければならない。全てを犠牲にして。この魂たちに安らぎが訪れても彼女の魂が救われることはないんだ。私たちがありえないものを見ることはなくなったのです。